はい、どうも皆さんおはようございます。ポニキムービーの和樹みちゃです。本日ですね、動画一本アップロードする予定だったんですけれども、今朝ですね、ツイッターの DM を見てまして、まああまり気分の良くないようなね、DM が届きましたんで、僕、気分が良くないことが起きますと、そのね、すぐにスッキリさせたいんですよ。なぜかと言いますとですね、僕、朝起きるとき、最高の気分で起きたいんですよね。で、最高の気分で起きてご飯を食べて、最高の気分のまま一日いろんなことをしていくんですよね。で、それで最高の気分のまま寝ると最高の一日っていうんですよ。だから、こういう嫌なことが起きたらすぐにスッキリさせたい、もしくは忘れ去りたいっていうような内容なんですけれども、この内容に関してね、忘れ去るというよりかは、ちょっと突っ込みどころが多すぎたんで、これ動画にしようかなというふうに思っております。こんなものが届いたっていう事実がありますんでね、事実をそのまま、事実の通り話していきます。誰から届いたかと言いますとですね、弁護士です。弁護士事務所のアカウントからです。僕ですね、最近ツイッター、DM とかも開けてなかったんですけれども、僕ね、そのスケジュールの組み方が下手くそなんですよ。とやって、ブワーッと遊んで、キュッとやって、ブワーッと遊ぶね。これ、いいか悪いかわからないんですけど、僕、まあ、そんな生き方しておりますんで、ね、今、このキュッとしてる時期だったんですよね。なんですけれども、そういう時期にもですね、DM に届く熱いメッセージっていうのはね、非常に僕のことを鼓舞してくれるんですよ。例えばね、僕、こんな犯罪してきました、みたいな罪名をバーッと並べられるんですよ。で、こんな罪名し、こんな犯罪をしてきて、こういう施設に行ってました。で、出所してきて、あなたの動画、あなたの曲に出会ったおかげで、人間何回でもやり直せるんだな、っていうふうに思いまして、今こういうことやってますとか、会社の経営を始めましたとか、慈善活動を行っております、家族の大切さに気づいてこういう家族になんか奉仕をしていますみたいなね、非常に素晴らしい内容が多いんですよ。なんかもう頬もう心がホッとするような家族と水族館に行きましたみたいなね、もういいわそれいいわみたいな、イルカ見てみたいな感じになるんですよ僕は。だからそういうのを見ると僕はその人たちがこんな素晴らしい行動できているんがね、その原因に、ちょっとでも僕が関われてると思うと、僕がダサい人間になると、まずいと。僕は、この人たちが力にしてくれたんだから、その力になった僕は、すごいパワフルな人間でなければいけないっていうふうに思いまして、ね、どれだけスケジュールがキュッとなっとったとしても、よっていう感じになるんですよ。燃え上がるんですよね。だから、僕のおかげって言ってくれてる人のおかげで僕今頑張れてるんで、これも高め合いです。ナイスセッションって感じですね。なんですけども、そういう感じで、キュッとしてる時期に DM を見て高めようとしてたところ、こういうようなものが届いたんで、非常に気分が悪いなっていうふうに思いました。読み上げていきます。ご連絡、かっこお伺い、2021、かっこ令和3年、11月9日付、ポリンキームービー運営者、かずきみちゃ殿、通知人、バラエティチャンネル、通知人代理人弁護士、牛島京介さんから、京介っていうもんかな、さんです。はい。僕、簡単に言います。この弁護士の人には恨みはないですけども、この通知人に対しては、本当に嫌いだなっていうふうに思ってます。興味がないと言いますかね。こんな文章を送ってこられるまで、正直ね、記憶の片隅にも残ってませんでした。頭の中のゴミ箱から完全に消去してました。なぜかというとね、メリットがないから。メリットがないから、単純にね、何のメリットもない。デメリットでしかないんですよね。はい、読み上げていきます。当初は、この度、バラエティチャンネル、括弧以下通知人と言います、の代理人として、下記の通りご通知いたします。1. 通知人は以前、貴殿との間において、今後お互いに接触及び言及などを含めた一切の関わり合いを持たないとの合意に至りました。いわば、通知人ね、彼らのチャンネルは以前、ポリンキームービーの和樹麦茶との間において、今後お互いに接触及び言及などを含めた一切の関わり合いを持たないと合意に至りました。はい、わかります。ね、なんかそんなようなことありましたけども、ほとんど記憶の片隅にありませんでした。もう忘れてました。なんですけど、今、ふわっと思い出してきましたよ。ただ、これはね、今この動画に関しては、接触言及及び、ね、関わり合いのうちには含まないと思います。なぜならば、こういう通知が来てるのをそのまま読み上げて、それに対する返信を僕はしてるだけ。なので、弁護士の先生に対する答えだと思ってください。読み上げていきます。2、しかしながら現在、令和3年5月20日に貴殿にお送りしたご通知内で指摘した投稿内容と類似のコメントが、通知人の配信に付されるコメントに散見されるようになりました。これ簡単に言いますとね、彼らの、配信に、僕が以前に彼らに発信した内容と類似したコメントが彼らの配信のコメント欄で見受けられるようになったっていうことなんですけれども、知らんがなって感じ。その知りませんよ。その僕が以前発信した内容を見た人、ね、僕その動画も消してますし、ね、僕で彼らとトラブル以前になってる時ね、今年の春ぐらいかな、に彼らとトラブルになってる時に、もう僕ずっと多分ね、言い続けたと思うんですよ。ポリンキームービーの視聴者の方、皆さん民度が低いと思われては嫌なので、彼らに対して証拠のないような攻撃的な内容だったりだとか、彼らを攻撃するようなコメントっていうのは控えてくださいみたいなことを僕は終始言い続けたと思います。
まあ僕にできる限りのことはしてきたつもりですし、今後一切しないでくださいっていうのは改めて皆さんに言いたいと思います。彼らに関してはもう、再生しないでください。もはや。まあ気になるんだったら再生してくださいよ。ただ、アンチコメントみたいなことするんだったらもう再生しないのが一番。もう、広めない。それが一番かなっていうふうに僕は思ってます。だから彼の名前も出しません。なるべくね。まあ、なんですけども、まあ、本当にね、これ中学生でもわかるようなことだと思います。僕が発信した内容も削除してますけど、それを見た人が彼らにコメントしてるのは僕が管理できないです。ね、どこの誰、ね、男か女かもわからない。老若男女がわからないような相手に、そのコメントを制限するようなことは僕はできません。そんな権限持っておりません。なので無理です。ね、まあ、参見されるようになったのは、まあ、仕方ないとしてね。続き読みます。3、さらに通知人のリスナーが同人に対して貴殿が運営者の一員であるポリンキームービーにおいて通知人に関する配信を近日中に行う予定である運を告げ知らせました。これ簡単に要約しますと、彼らのリスナーが彼らに対して、まあ、カズキムギチャーが運営者の一員である、ポリンキームービーというチャンネルね、グループにおいて、彼らに関する配信を近日中に行う予定である運を告げ知らされました。そんな予定は一切ありません。だってそんなことしたって何のメリットがある。僕らよりね、僕のチャンネルより、ポリンキームービーよりチャンネル登録者数が10分の1以下のチャンネルで、まあ、単純に僕のこれ習慣ですよ。単純に面白くない、つまらないと思う人間、かつ再生数も稼げなければ、芸術性もない、尊敬できるとこ一切ないような相手に関する配信なんかする必要がありますか？もはや僕彼らの存在忘れてたんですよ。そう言ったじゃないですか、最初にね。まあ、そんな配信して何のメリットがあるんかなっていうふうに思います。次いきます。4。これにより通知人は、貴殿が前回の合意を白紙に返してたのではないかと不安を抱くに至っております。勝手に震えててください。勝手に勘ぐって勝手に怯えていただけて結構です。あなたたちのコンテンツを見てるより、あなたたちがそうやって勝手に勘ぐって震えてる、怯えてるっていう方がよっぽど面白いです。はい、続きいきます。5。また、先日、貴殿と懇意であるみんなのパイセン運営者のトルコライスパイセン氏が、YouTube ライブにおいて通知人に対して何らかのアクションを起こす有無を述べておりました。通知人は、前回の事件もあり、同氏から何らかのアクションを起こすことを示唆されたことに対して、強い不安感を覚えております。そこで、お手数をおかけして大変恐縮ではございますが、貴殿から同氏にそのような行為を控えていただくようお願いいただけないでしょうか？無理です。なぜならば、僕は、簡単に予約しますね、これも。予約していきます。まあ、僕と仲がいいパイセンに対し、パイセンが YouTube ライブで、彼らに対して何らかのアクションを起こす運を述べてたと。で、彼らは、前回のこともあって、パイセンから何らかのアクションを起こすと示唆されたことに対して、強い不安感を覚えてますと。で、それに対して、カズキムギチャがみんなのパイセンに、そういう行為を控えていただくようお願いしてくれませんかって内容なんですけど、それは断ります。なぜかというと、僕はバラエティちゃん、名前出してしまった。まあ、彼らとの関係よりも、僕はパイセンとの関係の方が大事なんですよ。だから人間関係大事にするためにも、僕はパイセンが、やってる行為に対して、で、僕はおかしいと思わないんで、で、パイセン、だって、パイセンは、今後関わらないとか、そんな約束してませんもん。だから、パイセン言ってたじゃないですか、前も。配信。とか終わった時に、ポリンキームービーが許したとしても、俺は許さんからなって言ってたじゃないですか。だから僕知りませんよってずっと言ってたじゃないですか。でも、てか、配信で解決してもらってる時点で、僕からしたら本音を言わせてもらうと、よかったなって感じですよ。もう配信とかなしで来られてたらほんまに怖いですからね、あの人。うん。だから、うん、まあ、ね。で、それに関して僕が止める義務もないっていうふうに僕は思ってます。僕、パイセンに対してそんなこと言えません。もうやめときましょうよとかそんな言えません。僕は、もう知らないですって止める理由はないんで。うん、僕は、もう、僕、個人としてはもう、あなたたちに関わってメリットがないから、むしろこっちから関わってこないでくださいって感じです。あなたたちに割く時間がもったいないっていう感じです。で、まあ、まあ、なんせパイセンが YouTube ライブで、まあ、彼らに対して何らかアクションを起こすみたいなことを言ってるっていう、ことがあったんで、っていうかもうこの文章、画像を丸々ね、パイセンに僕送って、で、この弁護士の先生に対して、送った返信文章もそのままコピペしてパッと送ったんですけども、パイセン言ってました。11月9日の時点で俺何もしてないで、みたいな。なんなんそれみたいな感じです。なんで、パイセンからしても多分身に覚えのないようなことだと思います。僕はもう全然この件に関しては正直よくわかってないんです。
で、6、続き読みますね。6、つきましては、誠に勝手なお願いではありますが、期限が上記2および3について何か事情をご存知でしたら、ご回答いただくとともに、上記5についてもご対応いただけないでしょうか。令和3年11月24日水曜日までに期限の意向を伝えていただけますと幸いです。なお、現時点ではあくまでも期限が前回の合意を白紙に返したのではないかというわずかばかりの、疑念を抱くに留まっており、実際に白紙に返したとは推察してない、拝察かなしていない有無を申し添えます。そうそうっていうふうに書いてます。白紙に返したっていうのはね、本当に勘繰りですね。笑いもしません。なんかこういうやつおるよなーっていうふうに思いました。何もしてないのに、勝手に勘繰ってる。自分自身のやつはすぐに他人を勘繰れてね、MC 関さんも言ってますけども、本当にその通りだなっていうふうに思います。なんか自分に自信がないから、そうやって勘繰って、弁護士事務所に相談して、こういうご連絡っていうのを送ってきて、僕の時間をわざわざ先に来てるわけなんで、本当に迷惑だなっていうふうに思います。もう何回も言いますけれども、あなたたちに関わって僕はメリットが一切ないので、あなたたちに関わるつもりもありませんし、僕の仲いい YouTuber たちも多分そういうふうに思ってます。あなたたちみたいな人間は本当にめんどくさいし、ややこしいし、っていうふうに思ってます。で、僕の主観といたしましては、再度言いますけれども、まあ動画が本当に、僕はつまらないと思ってます。コンテンツがつまらない人たちと何かやってたって、相乗効果もありませんし、何か刺激になるものもありませんし、人間力も高められないと思いますので、関わっていることによって、時間が無駄だと言います。思います。それだったら僕はまだ家にいて、なんか料理をしている方が、料理をしたりだとか、音楽を聴いたりだとか、ゲームをしている方が、まだまだ自分のためになるんじゃないかなというふうに思ってますんで、もう今後一切、これっきりで関わってこないでいただけたらなというふうに思っております。まあ実際ですね、こういうようなご連絡来たっていうような話なんですけれども、まあ、一個一個ね、僕にはもう逃げも隠れもするようなことはございませんので、こういうふうに動画でね、まあちゃんと説明しました。もうね、これ、最後に皆さんに言いますけども、彼らのチャンネルに関しても、皆さん攻撃しないでください。喜びます。彼らみたいな人間はそういうことをされると、ね、多分ね、多分喜びます。見てくれてるっていうふうに思います。本当に彼らのことを応援する気がないとか、彼らのことが気に食わないんだったら、彼らに関わらないのが一番だと思います。僕もそうしてます。僕はもう気に食わないとか、ちょっと気分悪い人間だなとか、自分にメリットがないな、この人はっていうふうに思ったら、もう関わらないです。だって自分の人生、時間は有限じゃないですか。僕、以前言いましたよね。時間は有限です。無限ではありませんってね、カレーを食いながら論破者でも言ってるんですけども、時間有限なんでね、この時間、有限な時間をどう過ごすかって本当に大事だと思うんですよ。こんな無駄なことに時間使ってられませんので、非常に気分が悪いです。こんなものを送ってこられてこう対応させられていること自体が。なので、今後一切関わってこないでいただけたらなというふうに思いますし、皆さんも、自分が気に食わないだとかね、一般社会でもあるじゃないですか。バイトの先輩がムカつくとかね、余計な一言言ってくる先輩がいるとかね、人と人との間を関係性を悪くしてくるような人がいるっていうんだったら、一切その人に関わらないっていうのがベストなんですよ。やり返すとか、そういうことをやらない方がいいと思います。やり返すことによって、やっぱりナルトでも言ってるじゃないですか。恨みに恨みをしてたら、この恨みの連鎖って止まらないんですよ。うん。だから、もう、こう来たらもう受け止めてあげて、そのままする。ね、キャッチボールしようとしたらもうパンって受け取ってあげて、そのままどっか投げたって、そのまま自分変えたったらいいんですよ。だからもうそんな無駄な時間をせずに自分を高めれるようなこと、ね、自分のためになるようなことを皆さんしていきましょうということで、YouTube のコメント欄にね、アンチコメントをしてるような人もできたらこの動画を見てね、今後一切やめてくれたらなというふうに思います。僕のコメントにはね、アンチコメントっていうのは一切来ないんですけれども、ありがたいことにね、ありがとうございます。ということで、本日のポリンキームービーね、ちょっと臨時で1本プラスで出しますけども、夕方にもですね、まあ、本編みたいなものをアップロードしますので、皆さんよかったらそっちの方もご覧いただけたらなというふうに思います。長々となりましたが、本編より長くなったかなっていう感じなんですけども、よかったら皆さんね、元気に今日も一日過ごしてください。ということで本日のポリンキームービーの和樹みちゃでした。続きやります。